演じさせていただく椿瑠璃花ちゃんは椿咲く花女子高校に通う女の子なんですけど、スクールアイドルと出会うことによってこれまで過ごしてきた平凡な生活から一転してどん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 こう突き物事を起こしていく、そんなパワーを持ってる女の子なんですけど、とにかく夢中になるものとか好きなものに対してまっすぐなエネルギーがとても強い女の子です。で、遊園地に行くことが好きだったりもするので、そういう楽しいこととかワクワクすることに対して本当に一途でまっすぐな性格をしています。で、今回のこのお話の中では滝桜女学院のあんずちゃんが途中で椿咲く花女子高校に転校してくるシーンがあるんですけど、そこでルリカちゃんがすごく強い衝撃を受けるシーンがあります。そこのシーンはとにかく演じていても一番こうパワーが高ぶる瞬間なので、ぜひそのルリカちゃんの爆発するエネルギーを劇場で感じていただけたら嬉しいなと思います。私が演じているメンバーは滝沢あんずちゃんという女の子なんですけど、滝桜女学院の理事長の娘のあんずちゃんはですね、このアイドル部のセンターを務めていまして、で、昔から歌ったり踊ったりすることが大好きな女の子です。で、今回のお話の中では私が椿咲く花に転校していき、どうみんなとこう関わることによってお話が進んでいくのかっていうのが注目ポイントだと思っています。で、歌ったり踊ったりすることが好きで、でもこう今はこうやりたいことなのか分かんなくなっちゃったっていう悩みがあったりもするんですけど、ステージの上では誰よりもこうキラキラと輝いていけるような、そういう力を持った女の子だなと思います。そこが見どころだと思ってます。私は唯一こう2校の中に入っていける役なので、こう練習していてもなんかそれぞれの雰囲気を体感できたといいますか、滝桜はこうやっぱノンストップでずっとみんな喋っているので、常にうるさいなって元気で、とにかくずっと誰かが喋ってるって感じの空気感で、で、椿のみんなはおしとやかな校風でもあるんですけど、みんなそれぞれなんだろう、なんか個性がすごく強くて、なんか一人がポンって言ったことに対して爆発的な笑いがよく起きてなるほど。で、多分みんなそれぞれ天然なほわほわした子が集まっているので、ツッコミ役の子がいないなっていう印象でした。で、中でもこのルリカ役のマリナちゃんはですね、動きがちょっと動きがすごく個性的で可愛らしくて面白い部分があるんですよ。それが結構もう何度も見れるところがあるので、それはちょっと注目ポイントといいますか、稽古中に全員で一番笑ったのはマリナの動きなので結構ね、注目ポイントというか、うん、可愛いところだなっていうふうに思いました。ありがとうございます。一人一人が、この作品に愛を持って臨んでいて、だから稽古でも本当に毎日こう進化を目指して頑張ってきたので、みんなの気持ちがこう一つになった瞬間っていうのをすごく今感じることができています。